にゃんにゃん、どうもこんにちは、シュン TV シュンのシュンです。まったりゆったり二品等生活、集まれ動物の森パート73やっていきたいと思います。ってことでですね、防水の管理忘れてましたってことでね、一応ね、シュン帽子もね、黄色と白色がね、ニューってことでね、新しく作りましたので、またね、なんか走ってきたらいいなと思ってますが、今回のパート73はですね、このね、今かかっておりますネシュン島の旗、このネシュン島の旗を変えたいと思います。ネシュン島の旗変えちゃいますってことでですね、今のねネシュン島の旗もまあいいんですけど、目が怖いだの、なんかいろいろと、言われちゃったので、何回も言われるのちょっと嫌だなとか思ったりしたので、でね、ネシュン島の旗を変えちゃうってことやね。実は言うとね、もう作ったんですよ。作ったやつがこちらでございます。これですね。ネシュン2って書いてますね。こちらの人ちょっと書き換えて、ちょっと全体図見てみましょう。こんな感じでね、目今までちっちゃかったのがね、ちょびっと大きくなりました。目をちょっと大きくして、本当はね、前までこういうやつやったんですね。2マスで、こういうやつやったんですね。だからこれが目怖いって言われてたんですけど、今回は、ね、ちゃんと、目をね、ちょっと離しまして、目を離して、こんな感じになったよってことだよね。いい感じじゃないかなって自分では思ってるんですけど、どうですかね。ではね、この新しいネシュンのマイデザインを、このね、ネシュンとの旗にしたいと思います。では、案内所へ行きます。はい、ってことで案内所にやってきました。では、ネシュン島の旗を変えましょう。一瞬座れなかったね。危なかった。さあ、何か相談事がありましたら気軽におっしゃってくださいね。島の旗を変えたいんですよ。ネシュン島の旗を変えたいんです。新しい旗のデザインをご提案いただけるんですね。では、マイデザインをお見せいただけますか？そうなんです。この、ネシュン2っていう旗なんですよ。今のネシュン島らしい素敵なデザインですね。では、このデザインで、こちらのデザインを新しい旗として使わせていただきます。ご提案ありがとうございました。ちなみに他にも ご相談もございますか？ないですね。ないです。わかりました。まだ何かありましたら、お気軽にご相談くださいね。はい。ってことでね、さあ、ちょっとね、外に出てね、見ていきましょう。変わってますね。ネシュンの目が変わっております。なんかびっくりしてる感じの目です。なんか目になりましたね。いいんじゃないかな。びっくりしてるよって。びっくりだにゃんみたいな感じですね。さあ、よしだね。で、ちなみに言うと、自動販売機の絵も変わってるんですよね、ほら。自動販売機の絵もなんか変わってるですね。びっくりネシュンになってますね。で、帽子内はね、ちょっと変えるつもりはございません。このまま行こうかなと思います。目が怖いって言われるんだったら、またね、ちょびっと。頑張って、作り直そうかなとか思ったりするんですけど、とりあえず一旦はね、帽子は、このままでね、やっていこうかなと思います。で、もう一つ変わったことは、これですね。ほら、ネシュン中で飾っとったんですけど、これも変わっております。もちろんですね。変わっております。そして、もう一つ変わった場所といえば、ね、もう一つ旗がね、つく場所ありますよね。それはどこなんでしょうかっていうと、ここですね。飛行場にもね、変わってますね。なんか、びっくりネシュンみたいなね。びっくりネシュンだよとか、びっくりだにゃーとか言って、びっくりしたなーとかね。びっくりしたにゃーみたいな感じですね。はい。何言ってんでしょうかね。自分何言ってんでしょうか。
まあこんな感じでね、まあ、年春の旗を変えちゃいましたね。年春島の旗を変えましたってことやね。2代目としてね、うん、あの年春島の旗は2代目としてね、うん、使っていこうかなと思います。ではですね、他にやることはあるかなってことなんですけど、ちょっとね、ブラブラちょっとあと、1分ぐらいしようかなと思います。で、結構花もね、だいぶ育ててきたかなとか思うんですけど、また、ごめん、また、新しいね、旗とか、うん、旗じゃない、花をね、組み合わせてなんか作りたいな、新しい色の旗作りたいですね。新しい花ですね。なんか旗と花がなんかごっちゃになってますね、自分。ではですね、公園もね、なんか無事に完成したしね。うん。じゃあ、ということでね、今回のパートはこんな感じで終わりたいと思います。では、一回ね、家の前に戻って、よいしょ。では、終わりたいと思います。ってことで、チャンネル登録とツイッターのフォローよろしくお願いします。ツイキャス配信、泣き配信もやってますので、そちらの方もよろしくお願いします。公式 LINE もありますので、その URL から友達追加よろしくお願いします。ファンクラブ、ファンクもありますので、下の URL から見てもらって嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。